鈴木義弘君。委員長。鈴木君。国民民主党の鈴木義弘です。おはようございます。私は常々、教育と産業政策っていうのは裏腹な関係にやっぱりあると思っています。で、今の日本の、経済状況を見ていても、今まではある分野では、先端を行っていた分野がですね、どんどん他国の、企業に向かれてしまって、いろんな問題が出てくるんですが、それについてやっぱり、教育の在り方をもう一回根本的に見直していこうという考え方を持っております。過去にも何回か文科委員会でも質問に立った機会があったんですけども、今回も予算委員会の分科会でその機会をいただきました。まず大臣にお尋ねしたいんですが、日本の教育制度で何を育てていかなくちゃいけないのか、海外の教育制度と何が違うか、今の制度を取り入れている、例えば大学の入試も途中で昨年でですね、前任の文部大臣が入試改革をしようと言って意気込んだんですけども、実際は頓挫してしまった。で、それで本当に産業をもう一回再興させるための教育を行うことができるのか、そこのところをまずお尋ねしたいと思います。文部科学大臣。先生にご質問いただきました。根本についてのお尋ねかと思うんですけれども、我が国の教育基本法では教育の目的としまして、教育は人格の形成完成を目指して、そして平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身とも健康な国民を育成を期して行わなければならないと規定してございます。基本法でございます。この目的を実現するためには、我が国の将来を担う子どもたちがそれぞれの個性や能力を伸ばして社会で活躍していくことができる教育を確保することが重要でございます。特に初等中等教育段階におきましては、不登校児童生徒や障害のある児童生徒、経済的に困難な事情を抱えている生徒、日本語指導が必要な児童生徒、特定分野に得意な才能のある児童生徒を含め、多様化する子どもたちの背景や特性、意欲を踏まえ、個々の教育上のニーズを把握して一人一人の可能性を伸ばしていく必要があろうかと思います。また高等教育段階におきましては、教育と社会との接続の観点から変化の激しい社会のニーズを十分踏まえた教育の充実が必要であると考えてございます。こうした観点から文部科学省として幼児教育段階から高等教育段階まで教育の機会の確保や質の向上に努めており、今後とも各教育段階における施策の充実に努めてまいりたいと思っておりますが、先生の質問のご趣旨と合ってない面もあるかもしれませんけれども、私は自分の例を考えて思うのは、小学校6年生の時に文集が出てまいりまして、私の希望というのが43人の生徒がおりました。こういう職業に就きたい、設計士になりたいとか、あるいは先生になりたいとか、調べてみましたらもう60年近くなりますけれども、7割がその職業もしくはそのに類する職業についていたということでありますから、私はやはり自分の夢を描いて実現できる社会、やっぱりこういう社会でありたいなということを思ってございます。と同時にやはり、明治は工業化に進んでまいりましたけれども、維新以降やっぱりこれを原動力になったのは、基本的に寺子屋と私は藩校であったというように、そのように固く信じてございます。そういう思いを持っておりますけれども、諸外国の比較という点においては先生にご的確なご答弁になったかどうか分かりませんけれども、自分の考え方を申し上げました。鈴木義弘君。そういう崇高な理念に基づいて、学校教育を戦後70年を超える時代やってきたんだと思うんですけど、ここ数年来世間でよく言われているのは、今だけ、自分だけ、お金だけって言われて、大臣これ聞いたことありますか。学校教育の現場で自分らしく生きろって言うんです。夢と希望を持って自分らしく生きろって。だから嫌なことはやらない、自分のやりたいことだけはやる、そういう社会になっちゃってるんです。だからここに教育基本法の理念がありながらもですね、現実の社会は違ってる。
だからそのギャップをお感じになってるかっていうのが一番目の質問なんです。今言った今だけ自分だけお金だけ、今うなずいてる幹部の方いらっしゃいますけど、そういう現実と教育理念との乖離がどん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 開いちゃってるっていう、まあ、そういう考え方です。もしお考えがありましたらご答弁いただきたいと思います。末松文部科学大臣。後ほど答弁をする機会もあるかもしれませんけれども、やはり教師もまた豊かな自分の生きてきた経験を生かして、こういう問題ぶち当たったときにはこういう行動を取るべしというような、そういうことを体感したことを教えること機会も少なくなってきているという、そういう思いも私なりに持ってございます。と同時に当然各家族が働きに出るご両親多くなりましたので、大事なことを子どもに教えることができない、隣舗との付き合いも随分少なってきておるという、ですから社会においても学校においても、今先生ご指摘の今だけ自分だけやりたいことだけというような、そういった問題もあるという感じも思います。同時にですね、やはり今の、端末機見てましても、やっぱ自分が見たいものだけにアクセスできるという、そういったことも多少私はね、心配な社会だというふうに認識しております。いろんなご意見またご視聴いただきますようにお願い申し上げます。鈴木義弘君。よろしくお願いしますって言われちゃうと答弁質問終わっちゃうんですけどね、まだいくつかあるんでお許しいただきたいと思います。一つはですね、まあ、戦後70年以上経っている受験制度の弊害っていうのが結構言われてきたんですけども、結局それを直すっていう考え方がない。例えばそのテクニックやスピードが強調されすぎて、特定の日本人の大人、まあ、試験を作る人が答えが決まった入試制問題をいかに早く正しく解けるかが究極の目標になっているためにですね、人生に重要なものを学ぶということよりも試験に受かるための勉強をするっていうのが今の受験、まあ、制度の弊害だというふうに言われてるんです。これが試験に受かるための勉強をすることを幼少期、まあ、どのぐらいからのことを言うんか私もわからなかったんですけども、グローバル社会でこれから、まあ、世界の若い人たちと合していかなくちゃならないにもかかわらず、日本の若者の、独自性とか独創性とか革新性を日本では軽視されていて、大人が作った問題であらかじめ答えが決まっているものをいかに早く解くかっていうことが、はい、今の受験制度になっちゃってるわけです。はい、で記述式を入れようって言ったら、いやそんなたくさん見られないよって、こういう話になって頓挫していくわけですね、はい、それは大人の理論ですよ、はい、それに基づいて小学校中学校高校、ましてや小学校に入る幼稚園、幼稚園にもお受験があるんだそうです。これが今の日本の社会です、はい、それで有益な若い意欲のある人たちがどんどん育っていれば問題ないんですけど、はい、そうじゃないからご質問してるんですけども、大臣が、まあ、昨年変わられてですね、前の、まあ、文部大臣と考え方が、まあ、若干違うんだと思うんですけども、その教育制度の見直しを根本的に、要するに受験制度を見直していく考えがあるのかどうか、それをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。益子高等教育局長。お答え申し上げます。今、まあ、先生の方からですね、まあ、入試のテクニックの話とか言われました。大学受験の関係でですね、お答えさせていただきますと、文部科学省といたしましては、まあ、受験生が目的意識を持って、まあ、大学選択が行われるようにですね、各大学が大学において学習し、卒業するために大学への入り口段階でどのような能力、それから適性を有する学生を求めているか、まあ、いわゆるアドミッションポリシーを分かりやすく示しまして、受験生と大学との望ましいマッチングが図れるようにしていくことが重要だと考えております。でその上で、昨年7月に大学入試の在り方に関する検討会議の提言を、示させていただいておりますが、これにおきましては一般選抜だけでなく総合型選抜とか学校推薦型選抜など、知識技能のみならず思考力、判断力、表現力も重視
重視した多面的総合的な選抜を推進することが重要であるということでございました。まあ、文科省といたしましては引き続き高等学校までに育成した学力の3要素これをですね、大学入学者選抜において、評価させていただいて、大学教育において高校までに培った力をさらに向上発展させるために、大学入学共通テストの実施とか、個別入学者選抜の改革等を着実に進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。鈴木義弘君。まあ、大学のあり方についてはあとでまたお尋ねするんですけど、要するに一発試験なんだよね。人生そこで決めちゃっていいのかっていうことを問いかけられているにもかかわらず、大学に入っちゃえばみんな意欲がなくなっちゃって遊んじゃうんだよ、簡単に言えば。それがもうずっと前から指摘されていたにもかかわらず、私たちも大学の時はどっちかっていうと麻雀やったりして遊んじゃった口ですけど、その当時はそれでなんとかなったんですけど、今はなんとかならない時代になっちゃってる。で、学生がお客さんになっちゃってるんですよ、簡単に言えば。授業に3日来ないと大学の事務局の人が電話かけてですね、いやそろそろ授業に出てきてくれって。こんな大学ですよ。それは何って言ったら、少子化になってきて大学に学生をどんどん呼び込むためにサービスをどん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 することが、まあその後に大臣にお尋ねしたいんですけど、結局今の日本の教育で小中高も含めてですね、自分の頭で考えて行動するっていう基本を教わってないんじゃないかって言われてるんです。何のため大学行くの？自分の子供も尋ねた時があります。将来何になりたいって聞いたら分からないっていう、何をしていいか分からない。分かる子もいますよ、目標をきちっと捉えてやる子もいる。でもどのぐらいの人ですかね、わからないっていう。だから本来だったら小中高の初等中等教育の中で自分の考え、頭で考えてどうすればいいかっていうことを訓練させるのが初等中等教育の目的じゃないかと思うんですけど、学校で何やってるか、今さっき申し上げたように受験に受かるための勉強をするんです。人生はどういうものなのか、何なのかっていうのを考えさせるような教育になってない。だから途端に社会に出たら何やっていいかわからない、人とコミュニケーションが図れない、それが時々教育の世界で問題になっていくじゃないですか。だから自分で考えて行動すること、自分の頭で考えるにはいろいろな経験をすること、自分がどう思ったかどう感じたかを忘れないことっていうふうに言われてるんです。で、今の教育がそうなってるかって言ったら、私は違うんじゃないかなと思うんですけど、それに対するお考えを大臣の方でお述べいただきたいと思います。まあ、役人さんが答えるんじゃなくて大臣の考えを聞いてから お答えください。末松文部科学大臣。全く答弁は用意をしてございません。先生のご指摘、極めて妥当なお話であると思ってございます。今までの教育そのものというのは、やはり小学校、中学校、まあ、高等学校もそうだと思うんですけれども、これは文科省内でもよく言われているんですが、知識の習得量とそれに対する再生量が再生していくということが学力であるという、それに基づくものが非常に多かったと。で、今回の学習指導要領の改定にあたっては、何を知っているかだけでは全く話にならんと、これからの時代はということで、それで思って何ができるかということを考えなきゃならんというのが、これからの教育に必要なこと、そして新学習指導要領の根本にあるものでございます。しっかり先生の今のお話を念頭において、これから初等中等教育段階でどういうようにすればいいかという、少なくともやはり教師はもうツールは確かに立派なものがありますので、任せておけばかなりできるようになってしまうのもございます。ただ自分の受けてきた経験はやはり対面教育でもって教えてやらなきゃいけないという、そのことが一番大事なんで、それはいろいろなたくましい先生にですね、たくましい子どもを育ててもらうには、やっぱりその経験を述べていただきたいという思いがございます。大事なことは
自分で問題点を見つけて自分で解決する力をつけるという発想で教育は行うべきであるというのが自分の考えであります。私もそういう気持ちで政治家になりました。鈴木義弘君、ありがとうございます。大臣のご答弁いただいてありがとうございます。それとですね、もう一つ根本的な問題があって、これは私も、私は県会議員を お世話になってきた人間なんですけども、県の教育行政についても、同じなんですが、どんなに市町村でお金をつけていい先生を雇って教育環境を充実させてお金をつけかけてですね、子どもを育てて、高等教育、大学の教育やっても地元で働いてくれなければ最終的に税金が落ちないんです。でも今も全然その仕組みができていない。これはなかなかいろんな法律で難しいと思います。職業選択の自由が憲法で謳われているんだから、田舎から、埼玉、私は埼玉の出身ですけど、みんな東京に働きに行く。地元に残るのは、地元で商売やってる人が何人か、地方も同じだと思うんですね。で東京に出てくるのはいいけど、中には中国行ったりアメリカ行ったりしちゃう。でいつになっても帰ってこない。昨年のノーベル賞を受賞した先生がアメリカに行ってもう何十年も行かれ、で日本人がノーベル賞を受賞した日本で盛り上がるんですけど、もう米国籍取っちゃってる。過去には青色発光ダイオードでノーベル賞を受賞された元日本人の方が、日本人から3人4人ノーベル賞が出てよかったねって言ったら、私は日本人じゃないはっきり言いました、その先生。だから優秀な人ほど外に出て行ってしまって戻ってくる仕組みができてないんです。どこの地区も同じ、地域も同じだと思います。その仕組みをやっぱり作っていかない限り、私は優秀な人材を海外に輩出して、またそこでいろんな経験を積んだ人をまた日本に戻ってきて方針の指導に当たれるような仕組みを作らないと、日本の知財っていうのは積み上がっていかないんじゃないかと思っています。そこの点について大臣どうお考えなのかご答弁いただきたいと思います。じゃあ答えようか。末松文部科学大臣。吉田松陰の言葉に、地を離れて人はなし、人を離れてことはなしということで、やはりふるさと大変大事であるというような言葉かなと私は思ってまいりましたんですけれども、この前ある方の質問で、熊本県内の工業高校の卒業生調べましたら、熊本県内で勤めている方というのは3割みたいいなかったかなという、有名な半導体の工場が台湾から進出してくるという可能性があるという中でこんな話が出たわけでございます。そういう意味では先生、やっぱり地元にきちっとそこで起承転結的なですね、歩み方をしてもらうということでしたら、やはり産業界が中学校高等学校の初等中等段階からですね、いろんな形でそのマイスターハイスクールとかいろんな制度もございますから、企業人が学校に行く、学校の生徒もまた企業に行って企業の方から学んだりするという、そういった制度もございますから、やはり地元の中で一つの私はそういう流れを作るということを一つ大事かなということを、そんなことも思っておるところでございます。いずれにしましても全国的に大変難しい問題でございますから、大きな課題一気に解決することは難しいございます。いろいろな点よく検討しながらというのを考えております。補足は参考人からさせます。増子宏高等教育局長。お答え申し上げます。もう大臣からですねお答えした通りでございますが、我が国の大学教育が、そうした優秀な人材をですね、引きつけられる魅力あるものであること、これが非常に重要であると考えております。でこのためまず大学の学部教育においてですね、単に個々の教員が教えたい内容だけでなく、何を教えたいか、
何を学び身につけることができるのかという学習者本位のですね教育へと転換することが非常に重要であるというふうに考えているところでございます。また優秀な人材がですね我が国の大学院への進学を選択するためには我が国における大学院教育が海外の大学院や企業への進学等に比較しあらゆる面で魅力的であることが極めて重要であるというふうに考えております。でこのため文科省ではですね、新たな知の創出と活用を主導し時代を牽引する価値を創造するためにですね、いろいろなプロジェクトを進めているところでございます。また博士課程学生の処遇改善のために令和3年度当初予算それから令和2年度第3次補正予算に予算を計上することによりまして新たに7800人規模のですね博士講師課程後期課程に在籍している学生に経済的支援を実現するということにしております。また国際的に頭脳獲得競争が盛んになっている中で国内外の優秀な研究者や次世代の研究者が日本で研究をしたいと思えるような魅力ある研究環境を整備していくことが重要であるというふうに考えておりまして文科省としてもしっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。鈴木義弘君、今ご答弁いただいたんですけど結局大学院出てドクターコース出てですねドクターの資格取っても就職する先がないんだ簡単に言えば。だからみんな海外出てくる。で日本の大学の内部の在り方が硬直化しちゃってるからなかなか先生方は辞めていかない。で今60から65に定年延ばしたり67にしたりしてそこをカバーしようとしてるんですけども実際にその実績っていう言い方が合ってるかどうか分かりませんけどもよく論文を出したからっていうんですけど論文も質がバラバラです。基準がなかなかあるようでない。じゃあ論文の数で評価するのかじゃあ論文をたくさん出した先生は優秀なのかってそうでもない。研究は長い時間かけてコツ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 積み上げていってデータを作って初めて理系なんか特にそうですね文系も同じなんでしょうけどもでも結局それでその先生が横に行って後進の後を自分の後をですね後進に譲らない限りポストが開かない。研究したくてもできないのが現状。そこをどう制度として作り直していくかっていうところに今日本は差し掛かってるんだけどもう10年遅いかもしれない。だから海外にどんどん出ていってしまう。それは取りも直さず大学の在り方を先ほども申し上げましたように受験っていうところで人生の最大イベントが大学受験なんだ。50数パーセントの学生が日本全国でですねやっぱり大学受験が最後のターゲットっていうふうに思って自分の希望校に一生懸命勉強して入りたいと思ってやるんだけどそれをやった途端にですね結局意識が低下してしまって日本の学生ほど大学生ほどですね世界の学生と比べて勉強しない。それはよくご存知だと思うんです。だって勉強しない学生が4年間なのか6年間なのか、9年間、マスターとかドクター行くのはまた別ですけどもそれで社会に出てって勉強しなかった4年間で、どうすんのっていう話ですよ。それが社会に出てって経済を支える業種についていくわけだから。だから冒頭申し上げましたように教育と産業っていうのは産業政策が裏腹な関係に私はあると思って今までやってきましたけどもそこの時間外、勉強以外の時間に、大学キャンパスを謳歌するっていうのは誰でも、私だって思ってたわけじゃないわけじゃないんですけどもそれをずっとこれからも続けさせていく中で要するにもう少し卒業するのを厳しくきちっとある程度の、基準の知識を習得できたら、卒業させるぐらいな形を取っていかない限り今の制度をそのままやっていってもうまくいかないって言ってるんです。そこのところを考え方なり制度を直していく。これは1年2年じゃできないと思います。でも関係者と議論しながら日本の国益にかなうとか日本人のためになるんだっていうことであれば今申し上げたように制度を根本的に変えていく。それと海外に出てって活躍した人が戻ってきて後進に指導できるような場を作ってあげるっていうのが日本の知財をもう少し積み上げていくことにつながると思うんですけど最後
大臣答弁いただいて終わりにしたいと思います。末松文部科学大臣。はい、まあ、ちょっと先生、答弁をちょっと読ませていただきたい。一旦あの学校教育法83条第1項において、大学は学術の中心として学生に対し広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的道徳的および応用的能力を展開させることを目的とするとなっています。先生がご指摘された内容のとおり、この法律できているかどうかともかくとしましても、法律はこうなっています。とりわけ人口減少や経済社会のグローバル化、情報化や産業構造の変化が急速に進展する今日、大学にはさまざまな分野で活躍することのできる高度人材の育成や、リカレントをはじめとする多様な学習ニーズへの対応、学術研究への進化、イノベーション創出、そして教育研究機能を生かした地域、社会の発展への貢献などが求められています。特に今後の大学教育においては、予測不可能な時代の到来を見据え、学生は卒業後も自ら常に学び続けていく必要があり、学生自身が目標を明確に意識しつつ、主体的に学習に取り組む自律的な学習者を育成することが求められています。どのような人材を育成するためには、大学は単に個の教員が教えたという内容ではなく、何を教えたか、何を学び身につけることができたのかという学習者本位への転換が必要だということが重要であります。で、そこで先生ご指摘ありました、ここに卒業認定学位授与の件、これはディプロマポリシー、そして教育課程編成実施の方針、これはカリキュラムポリシー、そして3つ目、入学者受け入れの方針、アドミッションポリシーですけれども、私は先生と考え方が一つにしていますのは、やはりこのディプロマ、ポリシーにおいて、やはり卒業要件の明確化ということは絶対やっとかなきゃいけないと、そのことを何をしてきたかということはやっぱりきちっと問われなきゃいけないし、どういうものを大学で学んで資質と能力を身につけたかということは大学できちっと判断してもらわなきゃいけないと、それまでは簡単に学位というのは授けるわけにいかないと私は思うんですけれども、そういう点はこれから真剣に大学は考えてもらわないと、もう1000を超える大学数があるはずです。生き残っていくことはできないと思いますので、本質が問われると思いますから、しっかりとご意見を社会に反映できるようにと思います。鈴木義弘君。大臣に頭下げられちゃうとこれ以上質問できないんですけど、まあ、大臣が最後おっしゃられたように人口減少に入ってるんですね。でもう全入時代って言われて久しいんですけども、毎年毎年40万の人口が日本は減少していく社会に入ってます。新生児は80万しか生まれない、まあ、全部の方が、まあ、そのうちの半分、40万何がしの人しか大学に行かない、行けてないのが今の現状ですね。だから門戸を広げる意味で、高等教育の無償化、まあ、どこの党でも叫ばれると思うんですけども、それは否定するもんじゃないんですが、やっぱり遊びに行くためにただで学校を行かせるっていうことじゃないんだと思うんですよね、はい、そこのところをきちっと国が打ち出さないと、やっぱり人口減少で出生率が低い中で大学の定員がいつも変わらないっていうのはおかしな話だし、特に私学助成金をもらっている大学であってもですね、見学の精神だって言っても税金を投入されてるってことは自分たちで好き勝手はできない話なんです。おっしゃる通りです。だからやっぱり文科省がある程度私立、まあ、国公立も含めて、まあ、今独立行政法人とかって独法って言うんでしょうけども、もう少しその公費を入れてるっていうことに鑑みてですね、今大臣ご答弁いただいたように少し中身を触らせてもらうような形を取らないと、大学は中から変わるかって変わらないと私は思うんですけど、最後にご答弁いただいて終わりにしたいと思います。益子高等教育局長。先生ご指摘のとおりですね、私学の方でも定員割れ、そういう中でですね大学数増加しているという状況もございます、まあ、そういう中でですね、まあ、大学においても強みとか特色を生かした教育研究の充実とか、まあ、地域との連携、いろいろな取り組みをしております、まあ、こういう取り組みを通じましてですね、まあ、学習者本位の観点から、まあ、大学教育の充実にですね引き続き努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
鈴木義弘君、ありがとうございました。終わります。これにて鈴木義弘君の質疑は終了いたしました。次に大島敦史君。